さんこんばんは、りさです。先日ですね、ちょっと撮影をしてきた時にメイクさんが使ってたもので、何これ面白いって思ったものがあったので、早速そちらを買ってみて紹介していこうと思います。それがですね、こちらインスタイラータイタニアムというものです。これなんか結構有名なものですか、皆さん知ってますか。なんかネットにらしいんですよね。ショップジャパンというところから買いました。髪を挟んで滑らせるだけ、天使の輪が見える、ツヤ髪ストレートにということですね。でちょっとほんとね、変わってて面白かったんで、ぜひね、皆さんにもちょっと紹介したくなって買ってみました。開けると中身はこうなってます。ストレート、まあこっちがブラシになってるのよくあるじゃないですか。こっち見て、回るの、何このローラーって感じでしょ。これで温めながらこれが回るんですけど、これが回りながらツヤを出してくれるっていうね、超斬新なアイテムなんですよ。今こんな感じなんで、早速じゃあやってみましょう。あ、髪質に合わせて温度が選べる、140度と195度って書いてある。145でとりあえずやっていく。低温と高温の温度調節ができるって書いてある。あ、はいはいはい、オンオフだけかと思ったら、ここにねバーが出てて、上が長くて下が短い、だから一番下がオフ、1個上げて低温140度、高温195度にできるみたい。145と195って結構温度差があるから、中間があったらいいなっていう感じはしないでもないけどね。じゃあ早速温めていきましょう。そしたら最初にブラシをかけておきたいと思います。絡んでるとね、うまくかかんないかもしれないから、ローラーは。はい、こんな感じかな。そしたら私は基本後ろの毛からやっていくんで、で温度2段階あるっていう説明したかと思うんですけど、145度は柔らかいから、私結構髪柔らかいんで、そういう感じですね。で硬い髪の毛は195度の方がいいみたいです。では早速やっていきましょう。でね、これどうやってローラーが回るかと言いますと、ここにね出っ張りがあるじゃないですか。これをおーという仕組みになっているんですよ。ローラーがね、下みたいなんだよね。だから火傷ほんと気をつけてください。私もちょっと気をつけよう。そう、おーおーおー、ストレートになってる、ストレートになってる。おー、意外と、あっち、ここ熱い、ここ熱い、ここも持てない。145でも結構熱いから余裕かも。ほうほうほう、なんかうるさいけど。おーおーおー、どう、ビフォーアフター、ビフォーアフター、アフターアフター、いい感じ。ちょっと手首をこう返してあげると、こんな感じになります。楽じゃん。もう楽です、すごい。早いし。ちょっと時短になりそうな感じがする。ちょっとここのうねうねしてるところもやってみましょう。なんかブラシで隙間が結構できるから、そこそこ、あんまね、薄くと髪の毛を取ってもダメかも。結構まとめて取った方がむしろかかりやすいかもしれない。なるほどです。楽、今まで引っ張ってビーってなるいいんだよ静かに、今まで引っ張ってビーってなるいいんだよ静かに。今までこう挟むとビーってこう引っ張られる感じがあったけど、そういうのは全くないんで、楽、ほんと楽かもしれない。なんじゃこりゃ、面白っ。え、綺麗になったよね、ストレートね。なったなったなった、綺麗にストレートになりましたよ。楽ちんに力を加えてビーって、だから静かにビーって本当に力をいつもね与えてやってたかと思うんですけど、そういうのも本当ないです。いいかも。一応今ストレートでやってるけど、巻いたりもできるらしいよ。
まくできない。でもちょっと巻くのは面倒かもしれない。なんかこうやって3センチから5センチぐらいでやってこう巻きつけるみたいな。あちっ、あ、怖い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 。まだちょっと慣れてないからうまくできないかも。こう、ちょっとまだね、熟練の技なんでうまくできなそう。ちょっとでも怖いです。だから私はストレートとして使ってきますわ、使ってきますわって。巻くんだったらコテの方が楽かなっていう感じはするけどね。私が単純に慣れてないからだけの理由かもしれないけど。顔周りはでもほんと気使う。首とか気をつけてくださいね皆さん。はい、できました。こんな感じです。タラララララ、タラララララーン。いや、もう効果音自分なんですけど。いかがですかね。結構でも見た感じだと、まあ、ここはそうなんだけど、ピョンピョンと跳ねる毛もなくって綺麗になってる感じがします。で、やってる時にビーってほんと引っ張んなくていいのがいいし、割とこう一回サーってやっただけで本当に綺麗になってくれるので、すごく時短になりそうな感じがします。ただちょっとね、他にも外巻きだったりエアリー内巻きカールっていうやり方はあるんだけど、ちょっとねこれでやるのはまだ私が全然巻き方的に慣れてないのもあるけど、ちょっと火傷の危険性が高くて失敗しそう、危ないなっていう感じがしないでもないです。なのでまあこれは私使うんだったらストレートに使うかなっていう感じです。トップの部分をこうやって持ち上げてふんわりさせるっていう風にも使いやすそうなので、トップの部分のボリューム出しと、あとストレートにするときに大活躍しそうな予感がします。顔周り使うときだけ本当に火傷にだけは気をつけたいかなっていう感じはするんですけど、あと音がちょっとうるさいですけど、すごく面白くてツヤが出て楽に、ストレートがすごく作りやすいアイロンなんで、ぜひ気になった人は試してみてください。というわけで今日は最近面白いなと思った時短アイテムの紹介でした。最後まで見てくれてありがとうございました。ではまた次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。